なんか、え？馬の頭みたいついてない？なんですか、ここ。森の馬宿、へぇ、こんばんは。悪天候です。会員制。リンクとかぐやのおもちゃ箱です。はい。ありがとうございます。馬宿システムについてご説明。はい、教えて。所有する馬を扱って釣りです。あー、野生馬を捕まえて持ってくれば所有馬にできる。なるほど。さよなら。え、馬宿ポイント？何それ。あー、ポイントカード OK。1ポイント。次の得点まであと2ポイント。へぇ。何？あー、台帳で交換できるの。OK。なんだ、てめえ。え、カブトムシみたいなバッグ持ってんな、お前。かわいいな。小学生かよ。いや、あなたの人生という名の旅の途中ですか？私もです。私、テリーと申します。背中のカブトムシ型のリュックが目印です。こんなご時世でもただひたすら前を見て旅へしてらっしゃるあなたのために。私、一押しの虫たちや人生のためには必須の商品を売ってます。もしルビーにお困りでしたら、お手元のご不要な品を買い取らせていただきます。宝石とかはいい金額になりますよ。とりあえず買うで見てみようか。あ、木の矢。木の矢はちょっと買いたいね。あ、虫も売ってる。なるほどね。OK、じゃあとりあえず家は帰る。馬欲しいね。これ、もしかして俺の馬じゃない？ああ。これ多分俺の馬だと思うんだけど、どうもお姉さん。俺の馬じゃないか。あ、待って。薪の玉もらおう。え、ここら辺めっちゃ賞金飲まれてない？え？なんか嫌な音する。え？大丈夫？え？なんすか？ボス戦とかですか？え、ゼルダ？赤く染まる姫？どこにいんのお前。今ので場所特定したぞ。え、ない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 、それ。ああ、そういうこと。リスポーンしたのこいつら。え、じゃあ俺がさっき必死に頑張ってさ倒したやつらも全員復活した。なんか知らない敵がいっぱいいる。ネタバレしないでゼルダ。ああ、そういうこと。赤い月の日にモンスター復活するんだ。あ、じゃあどんだけ倒してもアイテム回収とかできるっていうことだね。で、ここら辺が落ち着いた。OK。じゃあ、ちょっと野生馬と捕まえて、登録しようかな。じゃあ、野生馬探して、登録するまでカット。ほこら行こう。エコチューのほこら。かわいい名前。エコチュー。さて、ここはなんじゃらほい。落下と上昇、エコチュウの祠。落下と上昇、よくわからんがどうにかなるやろ。適当にやればクリアできるべ。なんじゃ、わお。これが押し出されるからうまいこと使ってくれよっていう話なんだろうけどね。行くぞリンク。ああ、おとなしく成功法でいきたいと思います。どうやんだこれ。え、あ、戻れ子って持ってたね俺。そういえば、そういや持ってたわ。あ、前回俺どこまでやったか覚えてなかったからさ、戻れ子ないと思ってた。忘れてた。必死になんかこれでいけるやろっていう風なのをやろうとしてたけど。そっか、戻れ子があるんだ。戻れ子あるんだったらどこでもできるやん、もうこれ。戻れ子があるんだったらもうここはちょいのちょいよ。こうやってね、戻してあげりゃもう勝手に行くんだから。楽すぎる、楽すぎる。逆になんで俺忘れてたんだろう。いや、前回のゼルダから今回のゼルダの撮影までもだいぶ期間空いてたから、操作も忘れてた、進捗も忘れてたんだよね。あー、そこがニョキニョキするのに、俺なんかピストン運動してる。あいつ感度良すぎだろ。うい。で、何をすればいいんじゃい？
こいつ、なんか降ってきた。あ、ああやってあれは流されんのね。なるほど。これさ、こうしといて、で、俺が上に登るだろう。一回これで飛ばす。で、この状態で俺が上に登る。戻れ子を使う。戻す。最高到達点行ったら俺はこう飛ぶ。こういうことね。完璧でございます。ゼルダのゴマだるい。ゲイ。ちょちょいのちょいよ、こんなもん。最初戻り子の存在忘れてて何も進まんかったけど。てててて。祝福の光5個目。ありがて。祝福の光集めて。さて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 。そうしましたらば、馬を探しに行こうね。俺、さっきの目標すぐ忘れんだから、本当に。ADHD か？雨降ってるじゃん、また。なんで？馬いないんじゃない、これ。いた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 。馬いっぱいいる、ご丁寧にいる。馬、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 馬刺し食いてー。あ、やっべ、気づかれた。まだ大丈夫だ。あ、お前なんかパンツみたいに履いてる。柄か。オゲイ。お元気そうな格好ですね。野生馬捕まえてきた。馬の登録。新しい馬。登録時に20ルピー。あ、初回のみ登録料無料。ありがとう。馬宿ポイント1ポイント。ありがとう。ありがたい、ありがたい。名前。馬並み。別に変な意味とかないですよ。馬並って言ってるだけですよ、こいつが。馬かどうかまだ分かんないけど、馬並って名前のだけだからね。下ネタじゃないよ。あ、口笛。あ、そうなんだ。へぇ。オッケー、やっと馬手に入った。行くよ。これでやっとスムーズに旅ができるぜ。遅くね、この馬。途中でいい馬いたら乗り換えよう。うわ、おい、やめられない。馬並み下がってろ。なんだあいつ。おー、集まるね、集まるね、お前ら集まるね。すごいね。お前らに地獄見してやるぜ、おら。燃えろ燃えろ燃えろ。これが古代の力だ。燃えろ全員。あ、やばい、エネルギーが切れた。オッケー、だいぶ減った、だいぶ減った。あとボスとザコ一匹。こいつは死ぬ。おい、ボス。お前一人じゃ何もできないのか？あちゃーい！火柱が立ちました。お客さん、火柱です。どうぞ。よし。ゲイ。なんか勝った。ボスゴブリンの角。あ、あれがボスゴブリンなんだね。ボスボコブリン。兵士の両手剣別にいらないな。なんだあれ。敵か。あっ、危ない。あ、こんにちは。すいません、お邪魔してます。もっとお邪魔します。失礼します。ゲイゲイオッケーゲイ。危ねえ、危ねえ、死ぬかと思った。おう、旅人の槍はいらないね。旅人の槍ってことはお前ら人をやったな。なにこれ、よくわかんないけど遺跡の一部みたいな。あ、てかこれあれだよね。あ、スクラビルドできる遺跡編。へえ。これさっきさ、下に落ちてこなかった？よいしょ、戻す。あ、やっぱりやっぱりやっぱり、ここにあったやつだ。ラッキー。エレベーター、あー、もう足取られるよんこれ。リンク早く抜け出さないと俺は死ぬ。死にはしないだろうけど、
なんか嫌な予感する。あ、助けてください、助けてください。 OK、 水飲み、高圧の水を溜め込んだ木の実、どんだけ危ねえものなんだこれ。こーわ、あ、いた、キツネ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 じゃない、キリン。あ、消えた。え、ここで消えた。何か導かれてる、違うよね。発見、ゾーラ大地の抜け道。あげらんかい。なんだお前、捕まえられる。頑張りガニ、やったぜ頑張りガニ。これ何、まあ行ってみるか。え、普通に敵いない、なんか肉投げられた気がする、気のせいかな。待って、いっぱいいる。なんかしかもなんか天井に張り付いてるし、なんな、え、きしょ。3体は多くない。あ、上に行かれる、上に行かれる。いいよなお前ら、そうやって上に行けて、俺を上に行けねえんだよ今。痛い、強すぎないですかこいつら。一発でもらったらダメなんでやめてもらっていいですか。ここはまだやめとこう、俺には早かったようだ。何ここ、何ここっていうか、何あそこすげえ。ここを下降りてったら目的の道ではない。目的地に行けそうな道がこっちだと思ったんだけど、来てみたらこれ川だね。じゃあ違うルートで行った方がいいかな、これ。ちょっと戻るか。やっと着いた、眺望台。ここに来たかったんだ、俺は。あ、眺望台と目的地違くね？まあ、いっか。あ、この光ってるとこは全部眺望台なんだね。ん？眺望台の前になんか、塞がれてない？え？すごい邪魔です。え、すごい邪魔これ。何？どうしようもなくない？このヘドロは何なの？なんか倒さないとこのヘドロ全部消えない系？エラーが、おい、どうしたお前？そこの人助けてほしいずら。いきなりヘドロが降ってきて、うっ、水さえあれば。あー、わかったわかったわかった。水、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 あれ。さっき手に入れたんだよね。これ。えい。オッケー。あ、じゃあこれでいけんのかな。あ、何お前、枝スーパーパた、助かったゾーラ、ありがとう。ゾーラの外の兵隊長である私がこんなところで倒れるとは情けない。エプ、あの天変地異の後、このベトベトが急に空から降り始めて、ゾーラの里やこの辺りの水も汚されてしまって、みんな困り果ててるズラ。ズラっつったな俺今。あー、なるほどね。あ、ゾーラの槍、あ、じゃあ岩ハンマーとりあえずいいよ、くれよ、ありがとう。あ、ロックか、だけど朽ち果ててんだ。まあそのうちなんかスクラビルドして強化しよっか。基本はこれでいいんだよね。じゃあこれもさ、同じようにこれでいけない？いける、やったぜ。なるほどね、チュートリアルくんだったかやっぱり。 OK、 じゃあ飛びましょう。まあここはカットでいいか。行くぜ。あ、そうだ、エロ同人誌みたいなことされる、されなかった。飛びます、リンク、行きまーす、バイーン、ヒュー、リンク、写メを撮れ。うわっ、え、エラーが発生しました。エラーが発生したし、なんか宅急便の音もした。よし、戻ってきた。今度こそ大丈夫だといいんだけど、どうしよう、もう一回エラー起きたら。頼む、エラー起きないでくれ。ここまでは大丈夫だったんだよね。 OK、 いや、けどここまでいけたんだよさっき。おっ、ぶな、なんかぶつかるところやったぞ。リンク、写真だ、撮れ。よかった、エラー起きなかった。何だったんだろうさっきのエラー、怖えー。これで解放された、ラネール大水源。へえ。あ、空も訪問された。ありがとう。ついでに地下もやろうぜ。無理か。オーケー。ほな、目的地に向かいましょうかね、このまんま。目的地は、この真下だね。オーケー、行こう。
お邪魔しまーす。なんか綺麗なとこ、ゾーラの里。ゾーラ？さっきのやつか。お邪魔よ、おっさんに会わせてくれ。ああ、外ヘドロだらけで大変でした。屋根の下へ入った入った、優しいおじいちゃん。よいしょ。こっち？あ、これだ。かわいい。こっちの赤の子一番かわいい。青の子もいいね。緑も顔でかい。ごめんなさい。みんなの治療は一旦終わったんですけど、水飲みを使い切っちゃって。想定以上の被害で申し訳ありません。いいや、仕方がないわ。それよりも里のみんなが無事でよかった。あ、なんかこの人おっさんっぽい。あとはあの像をなんとかできる。あれか、オッケー。あら？旅人さんですか？話に夢中で気づけなくてごめんなさい。こちらこそ上から入ってきてごめんなさい。今このゾーラの里は空から降ってるヘドロのせいで大変なことになっていて、やっと一段落ついたところなのですが、ここがヘドロまみれのままで。任せ、変わらず水飲みで綺麗にしてあげりゃいいんだろ。そんな余裕よ。あ、これメインチャレンジなんだ。一応水飲みをぶん投げますと、いけー、綺麗になった。爆速で綺麗になったな。あ、ムービーになった。誰？ヘドロが。あなたがヘドロを洗い流してくださったのね。あの石像はゾーラ族の希望の象徴、私たちにとってとても大切なものなんです。綺麗にしていただきありがとうございました。あの像はかつて里を救った二人の勇士をかたどったものでした。二人？え？ゾーラ族の指導者、そのご親友。なんかすごいリンクみたいじゃない？リンクですね、僕です。どうも。その像の元のモデル、僕です。ちょうどあなたみたいな背格好で、そんな瞳で、ハイリア人って、あ、気がつかれました？剣士。一応剣士です、こんな格好でも。まさかあなたは。あ、そうです。どうも、リンクです。本物の剣士、リンク？お本、発射ないですよ、ひふみ。ひふみなんだ。ごめんなさい。失礼しました。でもまさかあなたが本物の剣士、リンクだなんて、私も驚いてしまいました。この里に来て以来、毎日のように噂を聞いていました。私はゾーラの王子、シドの言い名付け、ヨナと申します。リンクさん、お会いできて光栄です。ヨナ。なんか頭に可愛いのつけてんね。ゼルダ姫様と共に行方不明だとお聞きしましたが、どうしてここに？そう、それをね、今、探し回ってんの。ハイラル城の地下でそんなことがあったよ。すっごいな、リンク。今の一瞬でそこまで説明できたの、お前。それでハイラル全土を調べて回ってると。でもこの里に来られたのもゼルダ姫様を捜索するために。そういうことであれば、里の周辺を自由に調査いただいて構いません。そうだ、もしよかったらシド王子に会いに行ってあげてください。シド王子いるの？きっと喜ぶと思いますから。ミファー公園、わかった。またあんな高いとこまで行かないといけないの、めんのぐざいな。もうこのゲーム移動が多いよ。ヨナ様、お時間です。そろそろ行きませんと。すいません、リンクさん。私はこれで失礼しないと。バイバイ。あ、もしよかったら、シド王子に会いに行った後にでも上の階にある療養所へ立ち寄ってください。私もきっとリンクさんの力になれると思うので。何？まあ、とりあえず、あの、上行って、帰ってきたら、療養所行ってみようか。オッケー！じゃあ、次回。ゾーラの里のシドに会いに行きたいと思います。ほな、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。